どうも皆さんこんにちは。どうもこんにちは。やっこです。すごいですね皆さんね。たくさんお集まりで。ねえ。いいわよね、時間のある人たちです。きっとお金もありますよ。こんなことあったら2日もやってんだってよ。本当だね。すごいわね。東京レインボープライド2019、うん、はい、何あれ、ハッピープライドってああいう言葉で、なんか新年の挨拶みたいな、何流行ってるの今、そんな恥ずかしいことあなたたちは叫んでるんですか本当にハッピープライド、なっているこの、はい、東京レインボープライドですけれども、うん、ついにここまで来たかという感じで、昨日パレード歩いてやった人、あ、そうですか、ね、でもね、やっぱり日頃の皆さんの行いの成果でね、とっても寒い、昨日も今日ね、いや、いいんですよ、本当にそんな高校としたね、はい、直射日光の下、うん、お天道様の下なんか私たち歩けませんっていうね、なんかそういうのも一つのね、趣でいいじゃないですか今日はこんな太陽もびっくりなスポットライト当てられてますけどね、私たちスポットでね、うん、でもうね、もう芸が集まってるんだったら聖子歌っときゃいいだろうみたいな、こういう選曲もあるかなと思うんですけどね、ね、嬉しいんで、嬉しいでしょ、サンゴ礁ね、本当にもうそんなありがとうございます、我慢しなくていいのよ、もう今時の LGBT はそんなベタじゃ通用しねえぜみたいな顔をしてみながらうすうすしてあげてくれましたねですけども、まあ、私たち、3人で星屑スキャットというグループをやっております。改めて自己紹介をさせていただきました。私ミッツマングローブです。そして私がギャランティーク和江です。はい、私が星屑スキャットの美人担当メイリームーンでございます。意外とその工場、のんけのお客さんの前でしか受けないと思ったら意外に受けるんですか。いや、皆さんほら優しい目で見てくださって、あなたはちゃんとほらゲーバーとかでちゃんと今も飲んでらっしゃるから、それそれやってますか。さあ、今日はね、もう本当に名だたるアーティストの皆さんが素晴らしいステージを先ほどからもずっと一日中繰り広げておりますけれども、はい、なぜかね、あの実行委員さん の, あの嫌がらせで私たち鳥をスタッフさせていることになっちゃって本当に何の嫌味だろうと思ってね、いや多分 ね, ねどれだけ遅れても大丈夫からだと思いますよそういうことだと思います。あとは野となれ山となれの精神ですね。これも危機管理の一環ですか。そうですそうです、なるほど、すごいな、本当にこんなビジョンなかったじゃん去年まで。あった、いや、こんな大きい、ひどいよね、本当に何でそんなお玉アップでつくの上方に引っかかるわ、ほんとまあ、じゃあ今日は短い時間ではありますけれどもね、雨降ってないよね。でもあのちょっと肌寒いと思いますので、皆さんお風邪などはあの引かないように適度に盛り上がってちょっと体温を上げていただければなと思います。それでは最後までどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、まだまだ私たちの、オリジナルの曲、ご存知の方もそんなに多くはないとは思いますけれども、まあ、こんな音楽をやってるっていうのを皆さんにね、今日は知って帰っていただければなと思います。それでは早速聴いてください。ハンソーモンシェイン。この世は無邪気で危険なあなたにと、月が明日の金曜日、あなたの愛想したんですよ。Don't get me killed.
明日は今夜の決まる掘りたい落とし頃未来崩ればその体どなたの手にでもなくてよ夜の
くして。もう人生は仮面舞踏会です現実にあまり夢を見すぎるなLGBTQP マヨネーズそういうことでございますよ。ありがとうございます。拍手が楽しみだけどでも本当にこんな、ひとときのね、悪夢も夢のうちですから。そうですね、夢見れるだけね、儲けもんでございますよ。なんでしょうね。そう、うん、私多分今この会社で一番汗かいてるんですよ。風が上手に気持ちいいぐらいですけども、皆さんもまあまあ、ここあの心体揺さぶってポッパッパしてきてくれてるのかなと思いますけれども、私たち星屑スキャットはですね、今絶賛メイリー絶賛全国ツアーを待っているところなんです。星屑スキャット始まって以来、全国ツアーに回るのこれが初めてでございます。15、6年ね、やってきてやっと。そのツアータイトルがあー喉仏、喉仏そうなんですよ。一昨日と昨日とね、東京公演を、やってきたばっかりなんですけれども、ね、昨日あんな高い切符代いただいてやった、今日これ高すぎるでもね、やっぱお祭りはお祭りでね、そうですよ、やりきれないといけませんから、息を切らしながらやっておりますけれども私たちなりの恩返しですから、これも本当だよね。そう、これでも暗いよ。考えてみていいこと言うよね、メイリーさん。そうです、そうですね、もう平成ももうあと、1日、そうだ、1日で終わっちゃうんですけれどもね、やっぱりこの、まあ、私たちもずっとこの平成の時代っていうのはもうどっこい生き抜いてきたとね、もう大変って言えると思うんですけれども、よもや40過ぎて、女装して人前で少年隊を歌う日が来るとは思わなかったですよ。これはやっぱりね、生きてなきゃ味わえない人生の妙ってやつですよね。良かったか悪かったか別にして、そう、見てるんですか、多様性を生きてますよ、これは。多様性ね、ほんとね、便利な言葉だね、多様性。多様性もそうですよ、もうごったいですからね、やめやめだと思って、もう何が出てきてもだから文句は言わない。下駄が出てくるのなんだよ、とりあえず口に含む、口に含むのが得意なんだから、あなたたち